こんにちは、田中雄介です。文部科学省に来ております。日本語教育とは、日本語を第一言語としない人々への教育のことですが、その歴史は日本と諸外国との国際交流と相互理解の歴史でもあります。戦後復興と発展を実現する過程において築かれた日本と諸外国との協力協調関係の中で、日本語教育が重要な役割を果たしてきました。本日は1972年のいわゆる日中国交回復を契機に本格化した中国残留邦人の帰国をめぐって、重要な支援機関を担った中国帰国孤児定着促進センターの設置と、その後の中国帰国者定着促進センターも含む32年の歴史の中で、中国樺太を含む実に1802世帯6644名の定住促進に携わられ、戦後の帰国者への教育の拡充に多大な貢献を果たされた小林悦雄先生に、帰国者への日本語教育の歩みと将来への提言について伺います。それでは小林先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに、先生と日本語教育との出会いまでのお話を伺いたいと思うんですけれども、友人からちょっと誘われてですね、中国語を勉強しないかということで、中国語の専門学校に、仕事の傍らですね、通ってですね、勉強するようになりました。でそこでやっている途中で、中国から帰ってきた人で日本語ができなくて困っている、でこういう人たちに、日本語の勉強を手伝う、ボランティア活動ですね、こういうのがあるけれどもということで誘われて、これにもちょっと参加をしたんですね。ただその頃はですね、日本語教育という発想ではないんですね。多分中国語が少しでも分かる人間が手伝った方が役に立つだろう、それから自分にとっても中国語の勉強になるかもしれないというような、そういう感じで、参加したんですね。で、その後その専門学校が終わりになる頃に、中国の大学で日本語を教えられる人を探していると、いうことでやってみないかという話があったんですね。それで、私はそのもともとちょっとその社会主義中国っていうのが実際どんなもんなのか見てみたい、見てみたいっていう気持ちが非常に強かったんですね。それでその学習塾で国語やなんかも教えてますしね、国文法については一通り、日本文を全部ね品詞分解してですね、解説することもできる、だから大丈夫だろうというような軽い気持ちでですね、行ってみるということにしたんです。それが1980年ですね、確かね、80年に行ったんですね。本当にその何て言いますか、日本との実際の交流なんかも始まったばっかりと、78年に日中平和友好条約が批准されましたから、それが実際のいろいろな交流のきっかけになったんだろうと思うんですけどね。ですから本当にまだその最初の頃で、当時中国が変化が始まったという一種のこう熱気って言いますか、混乱も同時にあるわけですけども、そういう、 こう雰囲気の中
それをまあ感じましたですね。でそこでまあ日本語を教える、はい、ということをまあ実際上そこが初めての、ということになるんですよね。その後国立国語研究所の、はいはい、まあ、日本語教育長期専門研修を受けられますけれども、はい、やはりその研修を受けられたのも、まあ、これから日本語教育を専門的に進めていきたいという気持ちだったんでしょうね。そうですね。結局、じゃあこれでもって、うん、なんて言いますか、この道でやっていこうかと考えると、うん、やはりですね、一応その道の専門的な知識、っていうのは得ておきたい、と思いましてですね、それで国語研究所のその長期研修はコースデザインですとかね、ニーズ分析ですとか、そちらについての講義、これがまあ私にとってはすごく刺激的であったし、役に立ったなというふうに思います。毎日授業をこう受けられて、そして1年間のこう研修を経て、中国帰国孤児、定着促進センターですね、はい、その設立されたばかりのセンターの方に、はい、日本語講師として着任されますけれども、先生はそのセンターの設立の過程にも、はい、携わられたということで、どのような経緯でまたセンターと出会い、またそこに着任することになったんでしょうか。ちょうどですね、私がその長期研修を受けている年度の一番最後の方、1984年の2月にその定着促進センターが開所するんですね。ただその前から準備ということでですね、11月ぐらいからですかね、結構しょっちゅう、毎日に近く所沢に行ってですね、準備作業をしたんですね。それはどなたかからの、そのお声掛けというかお誘いがあったんですか。これは結局、当時その帰国者に対して、研修施設が必要だということで、はい、水谷修先生、林大樹先生、はい、それから田中望先生、この辺がですね、そのセンターの運営母体となる中国残留孤児援護基金、はい、そこの参与になったんですね。でそこのその参与の推薦といいますかね、それでもって、ちょうど私は長期研修生として、中国語もね、できるし、はい、ちょうどいいんじゃないかなということで、スタッフの一人として、お前行けという感じでね。先生ご自身はこう参加したいという気持ちも、いや私はもちろんありましたね。ちょうどなんか自分にぴったりのね、そうですね、仕事かなと思って、ぜひやってみたいということで、やりました。この中国帰国孤児定着促進センターという、当初の名前ですけれども、やはりその名前からも分かるように、その戦争中のですね、その流れから来た、非常にこう、複雑でまた難しい問題を扱うセンターだと思います。この設立準備の段階、あるいは設立当初の段階ですね、先生がこうご覧になってどのような難しさとか、あるいは困難というものがあったんでしょうか。そうですね、まずその学習者となる人たちの特殊性ですよね。
要するに、孤児本人っていうのはですね、やっぱりいろいろ歴史的な背景もあって、多くの人が中国の農村で生活して、十分な教育機会を受けてない、中にはやっぱり中国語の読み書きも十分できないと、非識字やれば反非識字、そういう人たちも一定割合いたわけですね。まあその一方では大学の先生だったとか、あるいは党の幹部だったとか、お医者さんだったとかという、まあいわゆるインテリ層も少数ながらいるわけです。でいろいろなんですよ、要するにね、非常にその多様であったということと、それからその配偶者、それから2世、が来るわけですね。で2世は最初の頃はやっぱり小中学生が中心ですよね。だんだんとその小中学生の割合が少なくなって青年層にこう変わっていくわけですけれども、やっぱり子どもと大人では、あるいは青年では、学ぶべきものも学び方も違うわけですね。で当時ですね、やっぱり日本語教育っていうのはまだ十分社会的に認知されてないんですね。ですから厚生省の方の担当者にとってもですね、何が必要なのか、どう考えればいいのかっていうのはほとんど分かんない、状態でした。ですから一期生が入ってきて、研修を始めて、ちょっと 1ヶ月2ヶ月経って いきなり今度二期生が何世帯来るからと、それからまたちょっとすると今度三期生が来るからというようなことでですね、1期2期3期が同時にいると。しかもそれぞれがそのいわゆる大人の世代と青年の世代と子どもの世代、子どもっていうのも小学生か中学生かでこれ全然違うわけですけれども、はい、これが来るわけですよ。ですから同じカリキュラムで一緒に指導はできないわけで、クラスを分けてそのクラスなりのカリキュラム教材、学習活動、これを準備しなくちゃいけないわけですね。だから全部作っていくしかないんですね。でしかも同時に多種類のものをですね、やるということで、まあ、解消と当時1年ぐらいは結局ほとんど自転車操業、明日の授業のための、教材を作る、でしかもその実習っていうのを重視してましたから、はい、実際に外に出て買い物をするなら買い物をする、交通機関を利用するなら利用する、はい、あるいは、定着地に行って、生活するときに、市役所に、で手続きしなくちゃいけないというようなこともありますよね、はいはい、ですから、市役所なら市役所に行って雰囲気見てみるとか、それから、郵便局で、はい、郵便物出してみるというようなこと、これ全部やっぱり実際にやるんですね。はあ、もうじゃあロールプレイというか、もうその場所に行って実際にそれ体験するという。そうなんです。で、はあ、その前にそこで の会話等についての、あるいは知識について、やって、そして実際にやってみる見てみるという、まあ、段取り踏んでやるんですけれども、
当時のこの研修というのは、まあ、最初4ヶ月という期間で、まあ、後に6ヶ月に伸びてますけれども、この4ヶ月という期間自体はもうすでに決まっていた。でその中で何をするかというようなことですね。そうなんですね。最初4ヶ月というのが決まってたんですね、うん、でこの4ヶ月というのは、まあ、当時の難民の研修の期間をこれを参考にしたというふうなことを、うん、聞いてます、ただその4ヶ月で果たして、どれぐらいいくのか、これはですね、まあ、やってみたらすぐ分かったんですが、少なくても大人の世代にとっては、とてもなんて言いますか、少しの成果を出すところまで行くか行かないか、ですね。で子供、特に小学生ぐらいですと、逆に、4ヶ月で十分かもしれない。早い。その後学校に入ってですね、うん、その中で、同じような世代の子供たちと多く接する、うん、そういう環境の中での方が伸びるかもしれないと、いうことでいろいろ、まあ、考えてはいたんですが、後々少し余裕が出てきた時に、6ヶ月にしてもいいよという話があってじゃあ6ヶ月で行こうということになったんですね。この、まあ、第一次のいわゆる孤児を受ける、で第二次 の、 そのいわゆる、まあ、残留婦人も受けれて、で第三次では、まあ、カラフトと、まあ、こういったその、まあ、時を経てこう目的や受け入れる対象も変わってくるわけですけれども、教育の内容というものもやはりその日本語教育の内容としては変化があったんでしょうか。これはもちろんあるんです、うん、要するに帰国者っていうのは、まあ、留学生とと違ってですね、これ歴史的な産物なんですね。要するに一回生なんですよ。ですから年々平均年齢が1歳ずつ上がっていくわけですよ。そうですね。ですから所沢のセンターが最初にできた頃の孤児の平均の年齢が、まあ、40代ぐらいだったんですね。それが、まあ、1年1年1歳ずつ平均年齢が上がっていって、まあ、今では、まあ、ほぼ80歳80ぐらいに近い、年齢になるわけですね。で2世も同じように成長していく、成長していくわけです、はい、ですから最初の頃に小学生中学生が多かったのが、だんだんそれが、青年になって、学習者の平均年齢が1歳ずつ下がっていくということで、学習能力も、それから学習すべきことも徐々に変化するわけですよ。じゃあやっぱりそのセンターで非常にたくさんの教材が発行されてますね。こう生活をするためのああいうものもやはりその変化に応じてやはり作り直さなきゃいけなくて。そうなんですね。まあ、本来そうなんでしょうけど、なかなか手が回らないということで、はい、使い方をね、変えていったり、補助的なものを加えたり、うん、ということで、しのぐっていうことが多かったですね。ただいよいよこれじゃダメだってなるとやっぱり作り変えるしかない。このまあセンターのまあ最も大きな目的はこの定着促進ということで、まあ来日、まあ、帰国した方々がその各地でですね、その受け入れられて定着していく、まあ、それをサポートするわけですけれども、そのところどころのその地域場所でのですね、定着に際して非常にこう難しかったこととか、まあ、支援をされていてですね、これは非常に困難があったというようなことを当時何かございますか。それは本当にたくさんありました、うん、やはり受け入れ側、これは受け入れ側のその行政も含めて、それから親族ですとかね、支援者、これも含めてですね、あと就職する場合はその職場も含めて、はい、やっぱり理解がないとですね、なかなか
定着適用これは進まない、学習も進まないわけですね、うん、でそこがやっぱり現在はその当時と比べてだいぶ良くなったような気がするんですが、やっぱり当時はですねそもそも帰国者っていうのがそのいわゆる外国人なのか日本人なのかこう認識が曖昧なんですよね。これは行政の対応もそうなんですよ。最初は帰国者のことを引き上げ者というような呼び方でも呼んでたんですね。引き上げ者っていうのは戦後間もない頃に大量に大陸から引き上げ船で、帰ってきた人たちですね。でそれに、帰ってこれなくて残った。で中国の中の国民党と共産党との内戦、これでもってその引き上げが途絶え、でまたその後 中華人民共和国が成立して、まあ赤十字等の関係で細々とその後少し、引き上げが再開されたってこともありましたが、その後は要するに日本と中国とが国交をですね樹立するまで、は往来がないわけですよね。ですからその間ずっと中国で暮らしたと、はい、いうそういう状況があるんで、引き上げ者っていうのと帰国者っていうのはこれ別の概念なんですね、うん、ところがそこが曖昧になってるわけです、はい、で最初はそうだったんですね、うん、それが帰国者が、日中国交正常化後に、まあ、たくさん帰ってくるようになった。で最初は残留婦人が中心だった。で残留婦人は、要するに終戦時の年齢が、まあ、言っているように言ってましたから、母語を保持しているわけですね。あるいは忘れたとしてもすぐ思い出す。でその残留婦人本人が結局、周りいろんな支援者ですとか行政とかとその日本語で、何不自由なくやり取りできます、うん、はい、で家族はですねできないんですけれども、外から見ると言葉の問題というのは目立たないんですね、うん、そうですね、でその残留婦人が結局自分の家で教えたり、なんかしてるわけですね。次に孤児が帰ってくるようになるんですが、最初は判明孤児だけですよ。でその判明孤児、であっても孤児の場合だと日本語が全くできないわけですよ。本人もできない、そうですね、家族もできない、できない。そこで分かるように、なかなか帰国者ということと日本語教育、ということが、非常にこれ、関係が本来は深いんですけれども、そこがその日本語教育っていうこともまだなりわいとしてですね、しっかり確立されてないような状態ですから、その日本語教育っていうのとそれから帰国者っていうのが本当に引き上げ者じゃなくて帰国者なんだということの曖昧さっていいますかね、その辺がここごっちゃになってて、なかなかそのなんて言いますか、帰国者に対して、日本語教育っていうのがしっかりと社会的に認識されるっていうのはですね、時間かかったんですね。当時多かったのは、判明孤児ですから、そこから対処して身元引き受け人の、まあ、親族ですね、親族の近く、あるいは親族と同居するという形で定着するんです。で同居した場合はまず 100% に近くですね、結局トラブルになって別れるということなんですね。つまり生活様式も考え方もいわゆる文化が全く違いますから、でそれに対して 理解って言いますかね、文化生活様式が違う、考え方が違う
ということについての認識がそもそもないんですね。ですから、早くなんて言いますか、勉強して、一人前の日本人になるというようなね、そういうあの要求が、親族等からはですね、強くあったんです。でこれはもうあの当時日本と中国ではあの生活水準も全然違いますしね、それから生活様式も違うわけです。それから社会体制も違いますから、物事の進め方なってますか、人との距離の取り方、何から何までいろいろ違う点があるんですね。それから衛生観念なんかも違うわけですよ。で特にそういうものっていうのはあの、なかなかですねこう生理的な問題になってくるんで、はい、許容できないんですね。でそんなようなことがいっぱい重なってですね、やっぱり同居はできない。であの、まあ、別居するとこれは最善だと思うんですけども、別居はしてもですね、その帰国者のうちの行動をそこの引き受け人が監視する、それからそこの生活費は管理する、財布を預かるというようなね感じ、こうやりすぎ、今から思えばやりすぎっていうようなことが当時結構普通に行われたんですね。あのまあご本人たちが全部日本風にねあの変わればいいっていうことではやっぱり解決しないですし、まあ、お互いに、分かり合っていくということで、まあ、両方がねこう共存できるところにこう適応していくって言いますかね、相互適応って言いますか。でそれをやらないとですね結局問題解決しないんですよね。今お話しくださったこの相互適応であったり、まあ、共存というものはあの現在のいわゆる多文化共生、社会の実現に向けてですね非常に示唆深いお話だと思いますけれども、この定着が成功した事例なども振り返ってみていただいた際にどういったものがその、まあ、共存相互適応のきっかけになるのか、あるいはその相互適応の、まあ、背景というのは考えになるのか、何かそういったこう、当時振り返ってこれこそが大切なんじゃないかというお話何かございますか。やっぱり人間的な付き合いをね、していくという人たちに恵まれたところはですね、あのやっぱり適応できていると思うんですよ。であのやっぱり帰国者の問題っていうのはやっぱり根本は言葉の問題なんですね。これは引き上げ者との違いですし、人間関係をね保っていったりしなくちゃいけないわけですけども、それをどうやって応援するかというようなのが今帰国者問題の方の課題なんですね。日本語教育はできることであれば、教室での学習活動、これを適度なところに収めて、実際に、人々とのコミュニケーションの場、それから自分で学ぶ教材、学習材料、こういう、まあ自分で学習するという中で必要なまあ、インフラといいましょうか、環境といいましょうか、そういう部分を充実していくと、それも含めて、日本教育の大事なところなんだというところについてぜひ、考えていただきたい。そちらの部分に、
力を注ぐというような日本語教育を作っていっていただきたいというふうに思います。